よ。はい。自分の息を遠くに感じられて、自分の声が自分の体に揺れる桜、胸先にぶつかれる。疲れたなら。ここにおいで。なので3世代揃っているところでは、そのなんかこう家族、まあ、家族っていうことはなんかその自分の居場所っていうか、なんか私がいつも考えるのは、ミュージカル家具がもしなかったら普段何やってんだろう、友達いるのかなとか、人付き合いがすごくおろそかになってるんじゃないかなってすごく思う。ワン世代、3世代で今回のテーマかもしれないんですけど、その世代でいろんな方がいるので、それまではもうこの世代の人々としか関わってなかったんですけど、まあ、いろんな世代に関わることができて、まあ、それはそれでも勉強になります。もう見てお分かり取りはすごいアットホームですよね。本当にあの家族、大きい家族みたいな、子供向けにそのキッズルームだよとか、そういう場所をこうあの提供してくれているところもあるし、なんかこう生活しやすい、はい、子育てもしやすいですし、自分があのミュージカルをやりたいって思う時にできるその場所があるっていうか、で、まあ、そういうものが都会には逆にもうしかりないでしょうけど、まずには都会にはない。私自然が好きなので、はい、うちの自宅から見える、窓から見えるあの田園風景、はい、最高ですね。やりたいことが叶うなっていうのはすごく感じます。あと自分的にはやっぱりこう家族が住んでいる場所なので、もうそれだけであの家族はいいなっていうふうに思いますね。わかんないそれ。きっと優しくなれるよ。